どうも影山です、えー、今はね、あのー、ちょっとコロナウイルスの、ね、感染拡大でね、えー、ちょっと思うことというか自分はこうしますっていうことをですねをお話したいと思います。と言ってもねえっ、ー、とですね当たり前のことなんですけども当たり前のことを当たり前のようにしようと僕は考えております。 え近所でもねちょっとコロナ感染した人がこう出たりしたんで、えー、かなりね、あのー、身近に感じてねすごく怖い気持ちになっております僕の中ではねやっぱりそのコロナウイルスのねそのニュースを見るたびにねちょっとこうゾッとするというか怖い気持ちになるっていうその恐怖はね何かと言いますとやっぱり自分がコロナに感染した時にね えー、例えば命を奪われてしまうとかですね今やってるその生活がもうできなくなるっていう恐怖ですよねそれがあるので、えー、感染したくないっていう気持ちになると思うんですけども、えー、そのためにね、あのー、自分ができることはね、えー、やると。 当たり前のことなんですけども言われていることなんですけども不要不急の外出は避けるということですね。で外出する時はマスクを必ず着用するで帰宅時ですね帰ってきた時は手洗いうがいアルコール消毒は必ずするということですねでで自分の健康に関してですわね。 あのー、自分のできるかりだからジムとかはなるべく避けていただいてですね、えー、自分でね、えー、散歩、えー、ウォーキングですねウォーキングをするとかですね家の中でちょっと筋トレをするとかですね、えー、そういうことで、えー、こうストレスもちょっと発散できると思うんでそういうことをするということですねで、あのー、それ以外はねなるべくあまり深く考えないというかその自分はやれることを全てやって ややっっっててててるんやっていう感じにしてしまってあとはちょっとこうコロナのまあ知りたいんでねいろいろニュースとか僕も見てしまうんですけどもなるべくあまりそ,のそればっかりをこう意識しすぎるんじゃなくてですねあのもう自分のできることをやると。で、えー、あとはこう集中することですね集中することをやる、まあ、仕事であれば仕事を があれが一番いいんですけどもそれを集中してやることですね、えー、そうすることによってですねその時はコロナのことについてはちょっと忘れてる状態になると思うんで,でそういうことをしてですね、えー、こう精神状態をね しっかかりとと整えるというかあの精神が不安定になったり、ね、してちょっと眠れなくなったりとかすると余計ストレスが溜まるんでですねそこはこう穏やかにするような努力をするというか、えー、こうリラックスできる状態を作り出す、えー、家の中しかいれないんですけども、えー、ストレス発散で例えばその免疫力も上がりますしジョギングをするとかウォーキングをするとかで人を見たらこう離れるとかですねでいう形を していったら行った方がいいんじゃないかなというふうに思います。僕もあの休日にはえ毎週ランチに行ってたんですけども、も当分ね。あの飲食店にはもう行かないようにします。とも決めました。で、毎週1回 tsutaya に行ってね映画を借りてたんですけども、もえ tsutaya ももう今度返しに行ったらですね。 今借りている DVD 返しに行ったらそれは返却のみでもう借りるのはやめようというふうに思いましたなるべく人との接触を避けるような状態をしていくほんで外出する時はマスクをするとで結局干したら外出するのは何かっていうと運動かスーパーとかね とかですね、あとはテイクアウトですねテイクアウトも少ないと思うんですけどもスーパーに行く時ですねでスーパーに行く時っていうのはえ人が多い時なんでねちょっとその時間帯でその少なそうな時間帯を狙ってですね僕は、えー、スーパーに行こうと思っておりますだから12時なんですかね前僕がよく行くスーパーに10時過ぎに行ったら人がいっぱいやったんですけども 12時過ぎに行ったらガラガラやったたガガララやんですねでそういう時間をね、えー、ちょっと見てね、あのー、外出する時はお店へ行く時は、えー、そういう時間帯をこう無理やりというかしっかり狙っていきたいなとそこまでちょっと、あのー、注意したいなと。 いう,ふうに考えておりますでウイルス自体にそのなかなかね人間とウイルスって考えるとウイルスの方がやっぱり強いと思うんでね、えー、自分ができることっていうのはそういうのを、えー、なるべく、えー、ガードできるような、えー、自分の動きですね、あのー、かかってしまったしゃないみたいな開き直りではなくね自分のできることは全てするということでですね全てした上であのー 精神状態というか楽しみを、えー、自分なりに、えー、見つけていくというふうにし,つつして生活していけばいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、あのー、ちょっといろいろ大変ですけども、あのー、頑張って、えー、静まるのを待ってですね、えー、薬ですね薬とかワクチンができるのをね、えー、静かに待って、えー、おとなしくしていましょう。ということで今日の動画は以上となります。